トルクレンチとは、所定のトルクでネジを締め付けるための作業用工具と、締め付けられたネジのトルクを測定するための、測定用工具に使用されるレンチ状の形をした、ものの総称である。トルクレンチは、ネジを用いる現場で組み付けやメンテナンスに幅広く、用いられているトルク測定器である。ネジ部品には、設計段階から軸力が設定されているが、軸力を測定するには、 高価な測定器や設備が必要となることから、代わりにトルクによる締め付け管理が広く行われている。トルクレンチを用いることにより、締め付け不足による緩みや、締めすぎによる破損の防止及び、締め付け作業の個人差による製品品質のばらつきを低減することができる。およそボルト系 M30 以下に適用するものでは、手動で回転力を与えるものが一般的であるが、 M30 を超える体型ボルトに適用するものでは、油圧、空気圧、電動、ウインチ張力等を用いて回転力を与える動力、トルクレンチが対応されている。なお、日本国内では、軽量法により、SI 単位以外のトルクレンチを販売することは、原則として禁じられている。手動トルクレンチは、形状、構造、使用者にトルクを示す方式によって、シグナル式、 トルクレンチと直属式、トルクレンチに分けることができる。また、シグナル式、トルクレンチの機能を有しながら、センサーを搭載しトルク値が表示される複合型のトルクレンチもある。プリセット型シグナル式、トルクレンチシグナル式、トルクレンチは、あらかじめ締め付けたいトルクを設定しておき、カチンという感触等音で、締め付けトルクに達したことがわかるトルクレンチである。 右ネジ専用のものが一般的であるが、左ネジ右ネジどちらでも使用できるものもある。左右どちらでも使用できるものを指して、両振りと呼ぶことがある。プレート型直読式、トルクレンチ直読式、トルクレンチは、付加されているトルクをメモリにて読み取ることができる。作業部や作業姿勢によっては、作業者の位置からメモリが正確に読み取れないこともあり。 その場合はメモリを読むものが別に必要になる。ただし、トルクをかけた最大値の表示が保持できるピークホールド機構や置け張りを持つものは作業者が作業を中断してもその時点の値が表示されているためその欠点を補っている。左右どちらでも計測できるものがほとんどである。デジタル式トルクレンチトルクレンチの用途はネジを定められたトルクで締め付ける作業と 締め付けられたネジの締め付けトルクを検査目的で測定する作業に対別することができる。回 A-18 を長大なトルクレンチで整備中ネジを所定のトルクで締め付けるためのトルクレンチを作業用トルクレンチという。これには普通シグナル式トルクレンチを用いるが、シグナル式トルクレンチの場合、設定したトルクに達したか否かのみしか判断することができない。 そこで工場等では直読式トルクレンチを用いて締め付けを行うところもあり、中にはデジタル型のものを用いて締め付けトルクを記録しているところもある。締め付けトルクを測定する必要のあるものとして、ガラスによるライニング加工をされた配管やフレア加工された配管など、締め付けトルクが大きすぎることによる不具合が発生するものが挙げられる。 すでに締め付けられたネジのトルクを測定したりするトルクレンチを測定用トルクレンチという直属式トルクレンチを用いて増し締め検査を行う場合がほとんどであるトルクレンチを手このように使用してトルク以外の力量を測定する場合もあるトルクレンチは使用される場所の性質上乱雑に扱われる場合がある使用しているものが気づかないうちに トルクレンチの精度が狂ってしまうと、いくらトルクレンチを使用して締め付けを行っても無意味である。トルクレンチに打撃や衝撃を与えない、加熱や凍結を避ける、内部に水気やチリゴミを侵入させない、メーカー指定以外の注意は行わない等のほか、使用後の保管にも注意を要する。また、定期的にトルクレンチの点検。 構成を行うことも精度を維持する上では欠かせない。トルクレンチには使用トルクの範囲が定められており、使用トルクを超えて使用すると破損につながる。また、右専用のものを左方向へ緩めるために使用すると精度に悪影響があるとされるが、少なくともすべての製品に適用されるものではなく、製造企業による使い方の説明に測定できないとのみ書かれたものもある。 自動車であれば、自動車メーカーの生産ラインや、完成検査ライン、プディセンター、自動車ディーラー、町の自動車整備工場、カー用品店など、当日製作所、よくある質問当日製作所、よくある質問当日製作所、よくある質問、ありがとうございます。